カチャッ、サミさん、英単語の授業がやってまいりました。本日614回目の今日の表現は First hand。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。直接のということでよろしかったかと思います。で、皆さん、これはですね、綴りをご覧いただけますと、皆さん、この意味につなげるのは難しくないかと思います。もちろん、first という部分と hand という部分ですよね。ですけど、皆さん、first ですから、最初に。で、最初に hand、手で触るんですよね。ですけど、皆さん、このペンであれば、最初に私がこういう感じで掴めば、最初に手で触っている。そのイメージから直接のというところにつなげるのは難しくないかと思います。そして皆さん、first hand があるということは、second hand、これもありましたね。もちろん意味は、中古の、この意味でよろしかったかと思います。で、もちろん中古となるのは、皆さんイメージ湧きそうですね。このペンを最初に手で掴んだ人にとってみればこれは新品ですが、皆さん、セカンド2番目ということは、いきますね。そのイメージから中古につなげるのは難しくないかと思います。そして、皆さん、first hand、直接のが出てきましたので、hands on。これも一応押さえておいた方がいいんじゃないかなというところでございます。もちろん意味は、実用。もしくは、その現場でというイメージでよろしかったかと思います。ですから、まさに自分の手を使ってですね、現場で研修を受ける。まあ、実際に現場で働いてみると。そのイメージを持っていただきますと、実地のという意味につなげるのは難しないかと思います。ですから、first hand 直接の、second hand 中古のと合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考なさっていただけますと幸いです。